ぱり諏訪さんは掴んだね。温めてまとまる諏訪酒造杉の雫純米吟醸森の湧き水の酒か。こんにちは。こんにちは。今日は諏訪酒造さんのお酒を仕込む自慢の水のお話を聞きに来ました。はい、水ツアーですね今日は。はい、仙台川の水、はい、それがどういうふうに酒造りに大事かということを、はい、しっかりと今日は説明したいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょうか。はい、しましたね。はい、綺麗ですね。はい、だいたいここで標高400メーターぐらいですね。諏訪さんのところは180メーターでしたよね。そう約200メーター上がってきました。はい、渓流、うん、川が綺麗ですね。ええ、山も綺麗ですし、はい、ここから流れてきます。大体地下水の移動速度が年間300メーターと言われているので、はいはい、ざっと100年、100年、そう100年かかって水が流れてきます。まあ、川は表層水ですけど、はい、地下水はまた違った流れがありますので。ゆっくりなんですね。ゆっくりです。で、ゆっくりその山のミネラルをある程度溶かし込んできている、はい、それが大事ですね。そうですね。はい、花崗岩の山なんですね。あ、そう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 、花崗岩の大体中国地方はそういう山が多いんですけども、はいはい、で特に地図の場合は諏訪酒造から上が人がほとんど住んでなくて、はい、こういう山ばっかりなんで非常にいい環境で地下水が流れてくると、はい、汚すものが何もない。そうそうそう、それがやっぱり非常に大事。まあ酒のですね 85% ぐらいは水ですので、はい、あ、水の味が酒の味をすごく影響するとか決めます。キノコありましたね。ありましたね。こいつらがねいて、こういった有機物をもう一度、はい、植物が利用できる形に返してるわけですよね。地球上でそのキノコだけなんですよね。こういうリグニンっていうのを分解できる生き物は、このキノコがいないと森の中は木の倒れた倒木だらけになって、はい、トレーナーになってしまって。へー、そうなんですね。はい、じゃあ下っていきましょうか。杜氏の作ってる田んぼがありますんで。あ、はい、ぜひ。こんにちは。あ、こんにちは。こちらが杜氏の田んぼで。そうです。何を作ってらっしゃるんですか。玉栄という酒米になります。あ、そう、玉栄なんですね。はい、冬は蔵でお酒作られて、夏は田んぼとかで農作業されてるんですね。はい、戸田さんは生き物がいる田んぼはいい田んぼだっておっしゃってましたね。はい、田んぼもやっぱり一つの生態系なんで、はい、まあ、稲だけじゃなくてね、はい、やっぱりその稲の周辺にはちっちゃい虫がいて、はい、そのちっちゃい虫を食べるクモとかがいて、はい、いろんな虫がいて、その中で、はい、稲も健康に育つというのが多分すごく大事なこと。生活排水が流れ込まないっていうのが一つと、あと結構冷たい水なんですよ。あ、で冷たい水は、まあ、苦労もあるんですけど、はい、こういった夏の暑い時にはすごく大事で、はい、稲を、ね、休ませるっていう効果が、夜涼しくしてやらないとね、寝られないんですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ご苦労様でした。いや、水は偉大ですね。はい、美味しいお酒を作ってくれて。そうですね。それだけじゃなくて、はい、仙台川っていう、まあ、川はですね、はい、実は鳥取砂丘を作った川なんですよ。あ、そうですね。山の砂を、仙台川が海に、はい、その運ばれた砂が波で帰ってきてできたのが、はい、鳥取砂丘です。はい、じゃあそこまで行きますか。行きますか。これからですか。はい、これから、はい、じゃあ遠いですけど、じゃあ、はい、じゃあ、あの手使いますか。はい、あの手を、はい、はい、じゃあ、はい、せーの、よいしょ。到着。鳥取砂丘着きましたね。ここでだいたい海抜に30メートルだと思いますけど。仙台川ってすごいですね。鳥取砂丘まで作っちゃって。そうですね、やっぱり水の力はね、偉大ということでしょうけど。そうですね、そんな偉大な水からできる諏訪さんのお酒っていうことですよね。そう、今日はどうもありがとうございました。いえいえ、じゃあこそありがとうございました。じゃあ1本買って帰りますんで。はい。